皆様記憶にございますでしょうか。2022年4月、私は天界に行かせていただきました。その時の出来はこちら。今思うとさ、いや結構古いなって感じするよね。当時はさ、いや結構、いやこれが一番のね、ゴブジャイスパのね、環境型ですみたいな感じだけど、今見るとあれちょっと違うカード入れた方がいいんじゃないみたいなね。まあ、ただこれの結構ライトニング型とかは結構まだねすげえ流行ってるんですけど、これを今風にアレンジして使っていきたい。で俺ね、こうした時に、じゃあ例えばいやいや救急さん、ダークプリンスをね文句とかにした方が今強いですよってあるかもしれない。だけどこの展開型っていうのはね、俺の中でゴブスパとかミニペットのダークプリンス、この4枚の、まあもちろんクエイクも強かったけど、クエイク使わんでしょ今ね。まあ、使ってる人もいるか。まあ、使ってる人を否定したい動画ではない。ね。言葉中だけ取らないでほしいっていうね。ああ、そういうのありますけれども。何の話かおかず分からんかったね。やっぱ今はフェニックス。いや。フェニックスベリーストロング。ということで、フェニックスをね、どこに入れる？前の動画でさ、いや、結構さ、コウモリは強いよなとか、マスケットでマスケットかなとか言ってたんだけど、さすがに対空3枚はいらないんで。ま、こうか。ザップ切らしてのスパーキーだもんね。うん。とか、相手エレキ落としてきても、なんか、いい感じに対処できるよっていう。ここだね。クエイクどうしよう。クエイクどうする問題。いやー、そのさ、スパーキーにいい呪文ってさ、別にないんだよね。うん。やるとしたら矢の雨。クエイクがちょっとやっぱり辛いし、フェニックスがロケ砲とかプリンセスにむっちゃ弱いじゃん。こうかな。強そうじゃね。ちょっと行きましょう、ポチ。今私、リーグ4の、1段目ということなんで、やっていきます。相手ゴブジャイと、今、吹き矢ゴブリンが見えました。よろしく。懐かしい、この2枚。基本的にはね、待っていきたいですね。はい、基本的には待って相手に合わせていきたい。ジャイスパは結構、俺ね、早く動いた方がいいんじゃないかなと思ってる。ただバレル出したりとかさ、あとはまあ、なんかとりあえず長助スケルトン部隊もちょっと端前でしてみようか、みたいなのも多分いいと思うんだけど。懐かしい。うわ、懐かしいよ。よろしく。はい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 。おい、ダクプリ強えな。ただ、ごめん、ただ流しただけだけど。さ、これで、わー、ちょっと待って、ゴブジャイやっぱいいっすね。え、これどうすんの、どないすんの。おー、なるほど。これザップ切りましたね、と。はい。ザップ切ったら、はい、コウモリぶっ刺さり TV ですよっていうね。はいはいはい。そんなにぶっ刺す必要もなかったね。ちょっと一回、吹き矢ゴブリンが弱い。吹き矢ゴブリンが強い。いやー、これ別に出す必要なかったですね。あ、でもそこでエリクサー抑えてくれたら美味しい。さあ、ここで、スパーキーさんを止めるカードは、あるんでしょうか。なるほど。本体行く。うわ、いかん。ワンチャン上手い人だったら、ここで読みでなんか出すかもしれない。さあ、ダクプリでね、ちょっと横から、はい。横からちょっと殴らせていただくとね。はい、こうすると、はいはいはい、素敵。ちょっとダクプリ好きかも、俺。なんかさ、人によってさ、使いやすいカードと使いにくいカードない。なんかさ、俺、ファイブ苦手なんだけど、ポイズン得意なんだよね、みたいなさ。歩くない？いや、俺もそれむっちゃわかる。うん。俺、ライトニング苦手なんだよね、俺。なんでだろうね。なんか、ライトニングなんか出し、なんか肌に合わない。すげえプロみたいな。いや、プロそんなこと言わんっていうね。さあ、ちょっとフェニックスを出すタイミングが今一切分からないんで、今出してみます、一回。さあ、どうする？いやー、撃てよ。ちょっとこれね、フェニックス生かすためにちょっとごめんよってして、ごめんよさせてもらって。さあ、やりゴブチン、おい、やりゴブチン、ヒン。そして、おー、なるほど。今ワンチャンさ、やりゴブにターゲット行った分さ、なんかワンチャン、その時間で生き延びることないかなと思ったけど、うか、ダメでしたね。さあ、ここで、はい、強い。で、この方が強え、マジで。でもさ、結局友達とフレバットするとさ、結局スパーキー対策されて終わるからさ、型でさ、バリエーション増やしてもあんま意味ないっていう可能性あるね。さあ、ここは相手ね、むっちゃ嫌だと思うんですよ、これ。ここね、一応もう、やりゴブ、オッケー。あー！
まあ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 、ここで焦んない。ここで、相手エリクサー絶対むっちゃ使うんで、スパーキー出して、むっちゃ使わっていただいて、はい。お、待てよ、待てよ。おい、ナイス。で、ここでダックプリッツァン流して、うわ、いいな。ちょっとこのスケルトン坊やだけ、スケルトン坊やだけちょっと早めに処したいというのが、正直なところでございますが、そしてやりご、そしてゴブジャイがまた死ぬというね。また死ぬ、また死ぬ。そして俺はもう矢の飴、矢の飴ザップでいいか。矢の飴ザップでよかろう、グッドゲーム。強い。なんか俺、肌に合ってない。なんかさ、落ち着いてるよね。ここでは攻めない、みたいな。でも俺、コウモリちょっとむずくない？コウモリがむずい。今弱いんかな？どうだろう？どう思う？みんなコウモリ。よろしく。エレジャースパーキーでした、相手今。コウモリをどこで出そうみたいな。まあ、でも、体育、ラバとかと会ったらまた話変わってくんないの、多分な。はい。はい、ナイス。はい、ナイス。一発、一発。うわーお！なるほど。なるほど。いやっすね。今、ザップ打ったら多分ハマるな。多分、相手、そんな想像してない。イマージン！なんで？俺もなんでって言っちゃった。オッケー！うわ、これは、フェニックス出して、延命して、ちょっと相手に嫌がらせしていきます。オッケーオッケー。これスパーキー残るでしょ？オッケーオッケー。一本しか、オッケー。さあ、これやだよ、これやだよ。さあ、どうする？さあ、どうする？ Thank you。 しかも、スパーキーにターゲットがいて、復活の F！復活の F！ 強い！ちょっと暇なんで、うわぁ。まあ、これ、うわぁ、美味しい！ここはね、さすがに打ちますかね。さすがに打たせていただいて、左にスパーキー来るかな。はい、ガチン。はい、ガチコン。はい、ガチコン。いや、ここでね、俺、いや、ですよね。いや、俺、ここで右行ったら死ぬと思うんですよ。エレキ来る。マジ？OK。これはね、行きましょう。これはじゃあキング行きます。これスパーキーないっしょ、だって。うわ、ロケ砲やだ。ロケ砲すごくやだ。うん、やだ。OK、OK、OK。来んな。Thank you！ コウモリいいよね。コウモリいいよね。今言い聞かしてます。コウモリでいいよね。よろしく。対空は来ないでほしいんだけど。うわー、だからこういう時に？でもこれ絶対相手さ、エリクサーあるよね。あるじゃん。あ、おー、守れる。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 ちょっと待って、俺、出せばよかった、スパーキー。でもちょっと、相手ディガーがあるかもしれないんで。わーお。まあ、スパーキーでいきましょう。まあ、あ、懐かしいね。これスパーキー出すときは、まあまあ全部のデッキでそうなんだけど、やっぱ次ゴブジャイを徹底するっていうね。おー、なるほど。これちょっとやだね。これもいい。出しちゃいます。出してみて。なんか相手、これもうフルムシで、一回フルムシしてみて。フルムシ TV。これエリキとか来んのかな、なんか。どうすんか。そしたらちょっと一回フェニックスで。これ多分ね、俺フェニックス通ると思う、これ。あー、オッケーオッケーオッケー。おい、オッケー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 。全然オッケー、全然オッケー。フェニックス頑張れ、頑張れ。さあ、やりゴブ、やりゴブ入る。やりゴブ遅い、やりゴブ遅い、やりゴブ遅い。遅い。で、やりゴブにターゲットいく。うわー、相手うまい。でも、使いましたね、と。ただ、コウモリはちゃんと取っとかないとまずい。一回、ダクプリ流し。ダクプリ流しの系。あ、で、ミニペとかなんか出してくんのかな。逆サイが嫌だよ。逆サイが嫌だ。はい。じゃあ、スパーキー、ちょっと一回合わせさせていただいて。でも、逆サイ来んじゃないのっていうね。逆サイ来んのっていうね。逆サイ来て、なんか、ロケ砲とか読んできそうだもんね、相手ね。相手読んできそうだもんね、これ。OK。で、ドッスンある。待って、これはじゃあ、コウモリ。じゃあ、スパーキーも向きますね、それ。OK。で、ちょっと早めにやって、さ、こうするとロケ砲が来て、ロケ砲早く。早めに届いて、早く！うん、2発、3匹残った。ナイス！素晴らしいね。 OK。
さあ、こっからどないすんねん問題です。どないすんねん、どういう手札ですか、これは。これはどういしましょう。どういう手札ですか、これは。まあ、一回ダクプリを流すというね。さっきから一回ダクプリを流してみるって。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。待ってもよかったな、これ。うん。オッケー。さあ、マスケもちょっとね、俺嫌だよ。マスケもちょっと苦手。マスケ苦手だな、俺多分。これちょっとコウモリちゃん出して。あー、強いなー。強いなあ。あー、それは美味しいとして、美味しいとさせていた、美味しいと欲す。これ無視っすね。これもう無視 TV っすね。無視 TV、 うん、無視 TV で、無視 TV でフェニックス出しちゃう。はい、こっち出して、はいはい、でここでオッケー。ここで右むっちゃ攻めてきたら嫌だったんすけど、いったれ。懐かしい、このダクプリハカド出し。別にあんましないけど、あんましないけど、なぜか懐かしい。さあ行きましょう。意外に勝てますね、これね。行きます。さあ、久々の日本人の方よろしく。うわ、この手札どうしたらいいの。この手札むっちゃ嫌なんだけど、むっちゃ嫌だ、むちゃくちゃ嫌だな。まあこれはちょっと相手に合わせましょう。相手に合わせていこう、どんどん。うん、ちょっとまあこうして、はいはい、頑張ってもらって。どうすんだよ、そいつ。そいつどうしよう、絶対。これ、うまいな。うわー、すり抜け TV! まあ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 、初手芸、いいって言って、初手芸と思って、うわ、暇だな、おい、これ。暇すぎる。フェニックスちょっと早め出して。おい、暇すぎる、マジで。どうだって、そうだし。ちょっと待って。うす、復活しろ。ちょ、やさめで。苦肉がすぎる。苦肉がすぎるぜ、これ。よし。さあ、どないする、飛ばしましょう。さあ、なるほど。まずは、ユーノから展開。ちょっとうちなる騎士さんを呼び覚まそう。さあ、まずはユーノから展開。さあ、急遽選手のダークプリンスの登場です。ダークプリンスで、これは、守っていく。さあ、ダークプリンスを流していって、エレクトロ、ウィザードの登場です。さあ、エレクトロウィザードには、フェニックス。さあ、逆サイドに、ゴーストが来ますが、それはミニペッカで受けていきます。さあ、キヨキヨ選手、どういった展開を見せていくか。さあ、ここで、おっと、キヨキヨ選手、ここで、矢の雨だ。ナイスですね、非常にナイスです。さあ、ここでエリクサーアドバンテージを取ったか。いや、わからない。いや、ちょっとこれはミスった、これはミスった、ガチでミスった、ガチでミスった。痛い。オッケーだ、ギリオッケーだ。さあ、ここにスパーキーを合わせていきます。さあ、逆サイ。さあ、ここで、さあ、ここは美味しいか。さあ、ここは一回止める。さあ、エレクトロビザードは自陣に受ける。さあ、ここでおそらくペッカの登場でしょう。さあ、ペッカをどう処理していくか。さあ、ここでコウモリを、追加して、もう、ザップ。しかし回っている。次の手札。さあ、ここでスパーキーを出すと逆サイドにおそらく敵が来ることでしょう。それをちゃんと、ミニペッカをちゃんと用意しておきます。さあ、ここでエレクトロウィザード、は届かない範囲。さあ、ここでフェニコ。さあ、ここで一気に使用を仕掛ける。しかし右、左来る。さあ、ここで、ザップを、どっちに咲く。相手は左、右に裂けない。さあ、ナイス。ここで、畳みかける。行ってこい。さあ、ファイヤーボールで。いいぞ。ナイス。さあ、ターゲットは、ミニペッカ。復活の、怒ってよ、怒ってこい。これは、やっぱ矢の雨。まあ、トルネでもいいかも、ワンチャン。トルネ正直苦手なんだよね。なんか、ダクプリとスパーキーでトルネ相性いいんだけど、
ちょっと苦手なんだよ。なんか無駄打ちが多くなっちゃうから、矢の雨の方がなんか気持ち的には楽というね。はい、そういうそういう感じです。いいね、実況いいね。実況するとなんか逆に考えが明晰になる。よろしく。さあ、キヨキヨ選手やってまいりました。さあ、実況で炎上した男が実況中継をする YouTube 動画やっていきます。まずはキヨキヨ選手、ゴブリンジャイアントが欲しい。しかし、そうですね、やはり先に動いてしまうと、今ですね、コウモリ、今ね、ダークプリンスを右に流してしまっていたら、このユーノは受けれないというですね、ことが判明します。さあ、一発ガチンは入らない。さあ、ここでコウモリの群れを出して、ホバリング砲を対策していくが、一発。さあ、内なる騎士さんを呼び覚まし、キヨキヨ選手、トロフィー上げ、いそしみます。これは暇ですね。暇ですね、これは。これは暇です。うわ、なんと、なんと、このゴブジャイアントの背中で語ろうよと。背中で語る。それが俺。しかし、このスパーキーは、ペッカを捉えていく。ペッカを捉え、いい言葉ですね。さあ、こいつ一回フェニックススパーキーやってみていいですか。一箇所余興で。余興フェニコ。さあ、アイスウィズがあるということは、エレクトロウィザードはないだろうという読み。さあ、ここで、一発、放つのか。放たない。これはまずい展開だ。これはまずい展開だ。さあ、ミニペッカを出して、はい、一発邪金。さあ、ここ相手は延命はしてこない。はい、延命をする必要はないということで、ないという判断。 OK。 さあ、そこで救急選手は今スパーキーを出したいところですが、スパーキーを出すとまた逆サイなんかいい感じにされるんで、一回相手の出方をね、見ていきたい。さあ、ペッカに対してはスパーキーを合わせていく。ケツスパーキーバスケツペッカ、どっちが勝つのか。まあ、そうですね、相手は今、縦の選手を握っていますので、その縦の選手で、そうですね、どういった展開にしていくか、は非常に見ものですが、これおそらくです、ホバリング砲読みのちょっと早いジャイアント。来たー、素晴らしい読み、美しい、 OK。美しい。さあ、ダークプリンスをさ、縦に出して、これで範囲攻撃もいけますよというプレッシャーをかけていく。ペッカだ、ここでペッカが来る。しかし、復活の F ならず。しかし、うわお、ナイス。謎の読みを披露していく。謎の読み、これは余興だ。さあ、先ほどのホバリング砲を読んだことで、キヨキヨ選手、テンションが上がっております。テンションが上がるが、プレーを、しかし、何かを失わなければ何かを得ることはできない。そう教えられた。復活の F 頼む。さあ、逆サイドに展開されるも、いい感じ。スパーキー入りますね、これ。惜しい。さあ、復活の F が？復活の F ならず。さあ、右も入っていく。さあ、こうなると相手多分おそらく逆サイを狙ってきたと思います。多分逆サイを来ると思うんで、一個、来たー！今、ゴブジャイアントを出していたら死んでいました。さあ、このユニットさばき。これは勝ったでしょう。これは相当有利。ドドドドドン、フェニックスが到達していく。勝ちー。いいね。俺の実況がうまいか置いといて、下手だってね、これ公式やると炎上っていうね、置いといて、なんか声に状況を出していくといいわ。声を状況出していく。ラスト行きましょう。いいね、内なる岸さん、いいわ。岸さんではない、俺っていうね、岸さんではない。よろしく。さあ、救急選手、まずは、いい手札ではありますね、陸空系、万歳、ただ、空が来ると嫌ではありますが、これは別にザップをじゃあそこで切るかと言われたらちょっと謎でありまして、そうですね。で、ダークプリンスを流すかといったらそれもまた一つ謎でありまして、まあ、ザップなら切ってもいいんじゃないかなというところではありますが、どうでしょうね。まあ、矢の雨があるということでさ、これはちょっとまた興味深い、味わい深い敵がやってまいりました。味わい深いね、マイティディガー。マイティディガーをどう守るんですかっていうね。なんか来ますからね、いろいろ嫌なこと起きますから。じゃあちょっとこれはタワーで守れたかな。おお、なるほど、うまくないかい。うますぎる。うますぎる。
ちょっとこれは処理をミスりました。そして使用率最下位のメガガーゴイルさんの登場です。皆さんご覧ください。メガゴー VS フェニックスの戦いです。そして復活を匂わせる。復活を匂わせるだけ。さあこれはちょっと一回矢の雨を、打ってみますが、まあさっきのから学んでね、ちゃんとゴブリンバレルに対してはちゃんとね受けていきたいですよね。トゥットゥルトゥルルン。じゃあスパーキーをこっから出すことによって逆サイに行っても釣れるっていう、そういった戦術を取っていきたい。ドーン !OK ナイス。よし。これは無視だな。さあメガガーゴイル侮らないでね、ということで、さあ囲み取材やってまいりました。ドガーン、ナイス。そしてスパーキーこれ入りますね。ナイス。過剰に守る。さあ過剰ですね、だいぶ過剰に守りました。これも左捨てましょう、捨てりゃよかった最初から。ただここで、なるほど、ここはもう無視するんすけど、一回暇なんで一回ちょっとこれ様子見していきましょう。一回暇っすね。おお、なるほど、一回暇っすね普通に。はい、さあ相手グッドゲームとおっしゃっておりますが、さあフェニックス追加して、さあ相手は何で守ってくるんだい、何を守ってくるんだい、グッドゲームよくない。ちょっと待って、俺これ使ってこうかな、強い、なんかスパーキーのいいところ取りって感じ。ということで本日展開スパデッキをですね改良してみたというお話でございますけども、まあ、クエイクがなかったらお前それ展開とちゃいますねんっていうねこともまあ言われるかもしれないですけど、これ強い、型が強い、しかも俺が取るの苦手だから苦手な人おすすめです。ってことでしょう。